伊勢義弘は、日本の実業家。浦和アシントンホテル代表取締役社長兼、総支配人等を経て、藤田観光代表取締役社長。山形県出身。1983年学習院、大学経済学部卒業、藤田観光入社。宿泊部門に長年携わった。2002年、藤田観光コーポレートセンター開発、建設グループリーダー。 2003年、藤田観光レジャー事業部企画室長。2005年、藤田観光コーポレートセンター関係会社グループリーダー。2006年、ワシントンホテルカンパニー企画室、開発グループリーダー。2008年、キャナルシティ、福岡アシントンホテル代表取締役社長権、総支配人。2010年、ウラアシントンホテル代表取締役社長権総支配人。 2012年、千葉ワシントンホテル総支配人。2014年、藤田観光執行役員企画グループ経営企画、事業推進担当責任者。2015年、藤田観光取締役兼執行役員企画、グループ長に昇格。2016年、東海機船取締役。2017年、藤田観光代表取締役兼上務執行、役員企画グループ長。 2018年、藤田観光代表取締役兼専務執行役員企画グループ長。2019年から藤田観光代表取締役兼社長執行役員を務め、法日外国人旅行客の増加への対応などを進めた。新社長、藤田観光伊勢義博氏から、サン期ビーズ2018.1123号時、藤田観光社長に、 伊勢義博氏日刊工業新聞2018年11月23日5時、藤田観光社長に伊勢市日本経済新聞2018年11月22日16時10分、AB、商店課題、藤田観光代表取締役社長、伊勢義博氏に聞く観光経済新聞2019年6月26日、ABC2018 年12月期有価、証券報告書、 藤田観光、新社長、藤田観光、伊勢義弘氏毎日新聞2018年11月23日。ありがとうございます。